甘ったるいもの食べた後はすっきりしたものが食べたい。最近ハマってんのはやっぱこれ、ガリガリ君グレープフルーツ。うまっ。あ、うまい。え、何？梨は食べないのかって？そう、今回はアイスの実の梨。ガリガリ君がね、和梨なのか洋梨なのかはもうティラミナスは知らないんだけどね。和梨、しかも濃厚。ガリガリポイントはまあ5段階の1かな。ガリガリポイントって言ってるけど、ガリガリ君にさ、新しくのシャリシャリ君っていうのが出てたんだけど、ガリガリポイントがもう本家から崩されていく感じだよね。チューチューアイス系っていう感じなんですかね。あ、固まってないんだ。へぇ。で、ここを、きっと、こう、バキンと、開いた。こっちから、こっちからか。あ、簡単に開いた。で、こうやっていくのかな。なんかガリガリ君のいよいよ頭の中食べてるみたいだね。うまし。これ最高じゃん。これ蓋できないのかな。一気に飲んでくださいか。これ買おう。しかも立つ。そうそう、この前ね、毎年見に行ってたホタルをね、やっと見れたんですよ。7月上旬の某日ですね、行ってきてついに見えましたから。バルブで撮影するとビーってなるやつ、あれがゲンジホタルね。7月8月とかになると、もうなんていうの、あのホタルの先生に聞いたんだけど、現地にいた姫ボタルっていうやつらしいんですよ。こう緑色じゃなくて、こうほんとちっちゃくてチカ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 してるんですよ。だからね、バルブで撮ったらね、こうてん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 って北斗七星みたいになっちゃうんですよ。お前はもう死んでるのかみたいな感じになっちゃうんですけど、なかなかね、涼しくて怪しくていい体験でしたんで、ご覧ください。はい、ボルゲさん、姫ボタルこれちょっとこう、この貝みたいなのですか。そうそう、うん、貝みたいじゃないです、貝です。あ、貝ですか。陸貝ですか。わざわざこんな、もう今頃ね、川の中におるホタルはいません、全国的にもね。あ、そうなんじゃ。はあ、ありがとうございます。最近まで、ね、まだ県下でも遅いところがおったんだけど、もう7月入ったらゲンジボタルはいません。あ、光る光る。あ、そうか。これ電池なの。これ電池ボタル。光のパターンがね、これ倍なんですよ、西日本で見る。西日本は2秒、これ4秒なんです。それでここに関東型って書いてある。そんなんあるんじゃん。東日本にね、だいたい2秒で、ね、ああ、そうなん。うわ、すごいね。平気が 0.8秒。すごいね。ちゃんとある。すごいね。そうなんだ。めっちゃマニアックやん。あ、こんばんは。見ていきます。じゃあ、大きいね。あ、手に入れてんの。あれ、ちょっと映らんで、これどうやってやりゃいい。あ、すごいね、映らんね。真っ暗だ。光ってるのは映るけど。いろいろホタル情報とかいただきましたね。ありがとうございました。おかげさまで見れました。最高だな、これ。富士屋生ミルキーソース使用の、生ミルキーソース使用の何？オープン。ああ、冷気の匂い。こういうカップに入ったミルキーあったから見たらね、ハンドクリームって書いてあった。ミルキーな仕上がりですね。21世紀の帽子にもなるね。いただきます。あのキャンディーの味わいって生半可な練乳感じゃないですよね。もう鼻血出そうなぐらいの血糖値バーンみたいな感じの練乳感があるじゃないですか。これね、大衆を意識したね、大人な仕上がりになってますね。アイス系でさ、練乳を感じるものって言って思い出すのって、あれ思い出すよね、これ。これとか、まああれ白熊もそうだけど、ここがさ、もうすっごい練乳感でしょ？行ってみますね、ここ。もう、バーンって行くわ。ただの練乳だもん。このくらいのインパクトいると思うよ、ミルキーって冠つけるんだったらさ。いいね。あ、でもあれかな？こっちがバーンって行く感じがするのは、小豆が入ってるから、このコントラストで、バーンっていう、こう、威力を感じるだけなのかな。こっちもう一回。ん？何ですかね、これ。あら、あらららら。バーン
ーンきた。そっか、もうこうなると、この黒いやつとバーンのコントラスト。ということで皆さんね、これをお求めになるときに一緒に召し上がるといいなっていうのは、これじゃないでしょうか。井村屋さんの小豆バー。ちょっと開けてですよ。スケチチヤンヤンと。こうなるでしょう。あ、うまい。こっちと比べてみよう。うん、うまい。ちょっと難点は最後の方が食べにくいとこだな。うん、じゃあこれは風呂上がりに食べましょう。あ、ごちそうさまでした。うん、あ、なんか甘ったるいもの食べた後はすっきり。